皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回はありがたいことにリクエストをいただきまして、可愛い文字の書き方をご紹介したいと思います。私が思う可愛い文字の書き方のポイントと説明もご紹介していますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。手帳やノートを書くときって自分の字って本当に重要ですよね。自分の字が嫌いだと手帳を書くのも振り返るのも嫌になってしまうので、私はひらがなを中心によく練習をしています。ということで、今回は私がよく使っている文房具、多分皆さんもよく使っている文房具で説明をしたいと思います。ペンの種類やペンの太さ、細さなどによっても文字の形ってかなり変わってきますよね。まず1番目は今使っているこちらのボールペン。ボールペンはインクの減りが遅いので、よく授業中に使っていました。皆さんはどうですか？私が使っているボールペンは無印のボールペンです。2つ目はシャーペンです。私は無印の低重心シャープペン 0.3 ミリを日頃からよく使っています。芯の硬さですが、私は柔らかい方が好きなので B をよく使っています。続いて3番目はみんな大好きマイルドライナーです。多分学生の皆さんはマイルドライナーは自分の筆箱に1本は入っているんじゃないかなと勝手に思っています。今日はマイルドダークブルーという色味を使って説明をします。皆さん日頃からよく使っている文房具でしょうか？では続いて、可愛い文字を書くときのポイントをいくつかご紹介します。人によってこの書くときのポイントは違ってくると思うので、私なりにいくつかまとめてみました。まず1番目、こちらは文字の間にぷくっと丸い風船を入れるイメージで書くということがポイントです。例えば学校の先生が書くような綺麗な文字は、一文字一文字が三角の中にあったり、長方形の中にあったり、丸の中にあったりと形が違います。それぞれの形が違うので、隙間にはこんな風にわらじのようなちょっと長方形型の隙間ができることが多いです。可愛い文字を書くときは、この隙間にぷくっと丸い風船を入れるイメージだと、暖かくて愛らしい文字が書けるようになります。続いて2番目のポイントは、全部均等な大きさになるように書いていくということです。もう一度、学校の先生が書くようなひらがなを見ていきましょう。たちつてと一つ一つの文字をよく見てみてください。たちつてとそれぞれ大きさや形が違うと思います。可愛い文字を書くときは、これを一定の均等な大きさに揃えます。3番目のポイントは、払いや止めもきちんと書くということです。ちょっと説明が難しいのですが、私が思う可愛さは、大人の女性が書く美しい文字と漫画で出てくるような可愛い文字の間の文字が一番可愛いと思っています。つまりこの3つのポイントを守ると、可愛さと美しさと両方兼ね備えた可愛い文字が書けるということになります。これはスラスラスラと早く書いてもきちんと綺麗な文字に仕上がるので、本当におすすめです。もう一度ポイントをおさらいすると、1、文字の間にぷくっと風船を入れるイメージで、2、全部均等な大きさになるように、3、払いや止めもきちんと書くということがとても大切になります。これらを踏まえて50音を書いていきます。文字は何度も繰り返し練習することでどんどん形が良くなってくると思うので、この3つのポイントを意識しながら練習してみてください。あいうえおと書きくけこを書いたら、次はさしすせそです。形が難しいひらがなってありますよね。私はさとかふとかがちょっと苦手です。あと書いていて気づいたことがあります。ちょっと文字を見てみてください。えとかそとかでの曲がり角が角張っていません。ぐにゅっと曲がっている印象があると思います。こちらも小さい風船を入れるイメージだとすごく書きやすいです。ちなみに U の書き方ですが、私は一文字でさらっと書くのが好きです。あと、下敷きを使う、使わないでも文字の形や可愛さが変わってくるので、できるだけ下敷きは使うようにしましょう。
ノートや手帳はまだ紙があるので大丈夫ですが、今回のようにコピー用紙に文字を書いたり、手紙に文字を書くときには下敷きがないと思います。そういったときには雑誌の上で書いたり、コピー用紙を何枚も重ねて下敷き代わりにするのもおすすめです。私は下敷きを持っていないので、コピー用紙を何枚も重ねて簡易的な下敷きを作ってみました。そんなこんなで今シャーペンで文字を書いていますが、ちょっと薄いので分かりづらいかなと思います。ペンの種類が変わっても基本的に意識するポイントは変わりません。シャーペンで文字が書きにくいなという場合には芯の硬さを変えてみることをおすすめします。芯の硬さによって筆圧とかがちょっと変わってくるのかなと思うのですが、うまく書ける硬さとうまく書けない硬さが必ずあるので、いろいろ試してみましょう。最後はマイルドライナーで文字を書いていきます。マイルドライナーのようにインクの多いマーカーペンで文字を書く場合には、ふわっと軽く書くのがおすすめです。インクが下ににじまない程度の速さでサラサラサラっと書くと軽くてふわっとした文字が書けます。ということで横書きの全体像はこんな感じです。念のため縦書きも確認しておきましょう。大人の文字のあいうえおと可愛い文字のあいうえおで比べてみます。小さい風船を入れるようなイメージで、あとは文字を均等に書くようなイメージで、止めや払いに気をつけて書くと、縦書きでも可愛い文字が書けます。授業中にノートを書いたり、会社にいる時にメモを取ったりする時は素早さが求められると思います。素早く文字を書く場合にも、この3つのポイントを注意して書いていれば、早くても可愛い文字が書けるので、ぜひやってみてください。今回は可愛い文字の書き方をご紹介しました。またリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。この動画が少しでも参考になったよという場合は、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。